ウィル増刊号チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。著作家の宇山卓英でございます。本日はヘンリー王子夫妻のイギリス王室離脱問題と日本の皇室皇位継承問題などについてお話をさせていただきたいと思います。2018年の5月にヘンリー王子夫妻がご結婚をされました。それから1年9ヶ月経った今、この2人は王室を離脱をしたわけであります。イギリス王室を離れカナダに移住をしたというように伝えられておりますが、その受け入れ先となっているカナダも大迷惑であるようであります。開かれた王室、自由な王室と言って彼らをもてはやしてきたわけでありますが、この結果は大変残念なところであろうかと思います。今日日本の皇室の問題でも、開かれた王室小室圭氏の問題の時でも、そういったことがよく言われました。開かれた王室というこういう言い方は一見非常に民主主義的で美しい言葉ではあるものの、王室や皇室ということを考えるときにそう簡単には行かないということがあると思います。メーガン妃はこのイギリス王室離脱について、ヘンリーにとって最高の出来事だと言って持ち上げたわけであります。エリザベス女王陛下の悲痛はいかほどのものであるでしょうか。一部の王族のこのような勝手な振る舞いというものが、長い歴史と伝統の営み、王室のそうした営みを一瞬で破壊してしまうものであるということをよく認識すべきであります。王族一人一人の矜持が問われ、そしてまた国民の彼ら王室に対する目というものも問われるわけであります。王室は伝統、秩序、規律、こうしたものを重苦しく、息苦しく、心苦しく、慎重に維持をし、初めて継続が可能なものであるわけなんです。そのことはイギリス王室だけではありません。日本の皇室も同じであります。王族であるということ、皇族であるということ、これは徹頭徹尾義務であると私は思います。過酷な義務なんです。人権もありません。プライバシーもありません。特に日本の皇族は持つべき資産というものもありません。相続すべき財産もありません。そうした中で四六時中国民のために祈る存在、これが皇室であるわけなんです。そのような過酷な責務がある天皇や王位というものに対して、特に日本人は女性に義務を負わせてはならないという配慮の中で、自然とそのような倫理を持ち、男性こそが義務を積極的に背負うべきであるというように歴史的に考えてきたということがあるんだろうというように思います。しかし今日では日本のメディアは女系継承容認、そして女性天皇も誕生すべきである、愛子内親王殿下の天皇待望論といったことを煽り立て、かきたてているという現状であろうかと思います。私はこの男系を守るべき理由として、安全保障上の観点というものが大きな理由の一つとして挙げられるのではないかと思います。女系継承を容認するということは、これは王朝が乗っ取られてしまうということであります。今日イギリスをはじめヨーロッパの王室は長子継承へと移行をしております。スペインを除いてヨーロッパ各国王室は第一子、男女を問わず長子が王位を優先的に継承するという制度に移行をしているわけであります。
日本のメディアはこのことを捉えて、それ見たことかと、ヨーロッパでは男女平等という価値観のもと、女性にも継承権を認めているじゃないかと、女系継承も OK だと、こう言ってるじゃないかと、日本はなんと遅れていることかと言って批判をしているわけであります。これは実際には遅れているわけでも何でもございません。そもそもヨーロッパというのはなんだかんだと言っても、周りの国々はそれぞれ互いに親善国であります。同じキリスト教の価値観を共有する国々としてですね、確かに他国の人たちと結婚するということを今日も繰り返してきております。翻って日本はどうでしょうか。日本の周辺の国々というのは敵対国ばかりであります。中国もそうです、北朝鮮もそうです、ロシアもそうです、果ては韓国もそうであります。このように敵対国ばかりある中で、日本が女系継承を容認をし、男性の婿を皇室の中に引き入れるというようなことをした場合、なりすましの日本人ということもこの日本にはたくさんいるわけであります。後から調べてみたら、その男性が、結婚した男性が実は日本人ではなかった、韓国人や北朝鮮人であった、あるいは中国人であったというようなことが、もし万が一発覚をすれば、もはや後の祭りであります。日本国は他の外国人によって皇室ともどもハイジャックをされてしまうということにすらなってしまうわけなんです。こうした意味において、私は安全保障上の観点からも、この男系を守るべき理由があるというように思うわけです。さらにはこの女系継承というものを認めてしまうと、やはり保守右派がもう許さないと思います。そうすると国論が分断をされ、真っ二つに分断をされ、国家が分断をされ、政治が機能麻痺をするといったことも考えられるわけです。左派や諸外国勢力、日本を取り巻く諸外国勢力はそのような分断工作を今仕掛けていると言っていいわけであります。小室圭氏の結婚問題ということがございました。小室圭氏が皇族になるというようなことになれば、これは大変なことであります。今日の日本の皇室の制度においては、女性皇族が他の一般男性に嫁いだ時に、親戚降嫁といって皇籍を離脱させるわけなんです。ですから仮に眞子内親王殿下が小室圭氏と結婚をすれば、もう私は結婚するということはないと事実上思いますが、もし仮にそういうことがあったとしても、これは眞子内親王殿下は皇籍から離脱をし、一般人になるわけであります。もちろん配偶者の小室圭氏も、これは皇族でも何でもありません。しかし女性宮家を認めていく、あるいは女系天皇を認めていく、女系継承を認めるということになれば、これは小室圭氏が婿として皇族に迎えられて、そしてその彼らから生まれた子供も皇族として皇位継承権を持つということであるわけなんです。女系継承でも構わないというように考えている日本人は7割8割世論調査によるといるというように言われていますが、小室圭氏が皇族の中に入ってきていいというように考えているんでしょうか。その7割8割という人たちは、小室圭氏の子供が将来天皇になっても構わないというように考えているんでしょうか。そうしたことも合わせて、この女系継承を本当に容認していいのかどうかということを正しく認識をしながら、議論を私は進めていくべきなんだろうと思います。いずれにしても、この皇位継承問題というのは世論戦という要素を呈しております。かつて明治時代には
点検体制ということがございました。点検というのは皇室典範の典に憲法の憲と書きまして点検体制、これは皇室典範と憲法が同列に存在をするという状況であった。それが戦前までの状況でした。しかし GHQ の占領統治政策の中、皇室典範が格下げをされまして、一般法として取り扱われるようになったわけであります。ですから普通の法律と変わりません。この皇室典範を国会でいじる、改正をするということが可能なんであるわけなんです。皇室典範で規定されている男系男子の皇位継承という原則が書き換えるということが可能であるということであるわけなんです。今日安倍総理が男系継承の歴史的重みを踏まえてこれを慎重に議論すべきであるということを言ってくれていますので、今すぐに女系継承に変わるということは今のところない、そうした歯止めになっているわけなんですが、ひとたび総理大臣が変われば同じ自民党の中でもリベラルな人がいます。二階俊博幹事長などは昨年の11月に女系継承ということも議論をすべきである、視野に入れるべきである、そもそも民主主義の世の中なんだから世論に従うべきじゃないのかという発言をいたしました。このように自民党の中でも自民党が保守であるかどうかは別として、やはり女系継承を容認するという人たちも言っているものと思われます。そのような人たちが総理大臣になれば、これは簡単に明日からでも女系継承に変えるということができる、そのことに対する危機感を保守派は持つべきだと私は思います。デンマーク王室もイギリス王室も保守の政党が進んで積極的に長子継承へと法整備を変えたわけであります。そもそもこのようにイギリスやデンマークでも長子継承に持っていったのは左派リベラルの政党じゃないんですね。イギリスでは保守党であったわけであります。2013年のことでした。2009年のデンマークでは自由党ベンスターという保守の政党が長子継承にと法制度を移行させたわけであります。日本の自民党も本当にこの男系継承の伝統というものを一体どこまで守ってくれるかということについては、私は甚だ疑問だろうと思います。そもそもこの保守派が草の根運動によって男系継承の重要性というものを、今先ほど私は小室圭氏の問題を言いましたが、小室圭氏の例などを使いながら男系継承が大事なんだということを一般の人々に幅広く保守派が訴えていく、そして幅広くこの男系継承の国民の合意というものを広げていく、そのように世論を少しずつ変えながら政治も男系継承を守るという方向に維持をさせていくということが私は必要になってくるんだろうと思います。そして今政治がやらなければならないことは、何といっても旧宮家の功績復帰、これを急ぐべきだろうと思います。旧宮家の方々に本当に功績に戻っていただく、そうした意思が終わりなのかどうかということを叱るべき人間、これは総理大臣しか私はいないと思います。総理が膝詰め談判でそうした意思があるのかどうかということを旧宮家の方々に確認をし、そして旧宮家の方々に皇室にもう一度戻っていただく、このことの措置、そして皇室典範の法改正ということが私は必要なんだろうと思います。長期政権となった安倍政権が最後にやらなければならないのはこのことでございます。旧宮家が復活をすることによって男系子孫が複数存在をすれば、そう簡単に天皇家の男系継承が途絶えるということは私は
ないというように思います。ヘンリー王子夫妻の例をこの中でお話をいたしましたが、このようなことが日本皇室で起こっては決してならないわけであります。イギリス王室は今や完全に一般大衆紙の追いかけ合いの対象になっている、みんなの楽しみの対象になってしまっているわけです。日本皇室をこのように決してさせてはならないと思います。伝統と歴史を重んじながら、日本人は我々は天皇と共にある、それは未来もそして過去も変わらないことであると。メーガン妃は例えるならば日本でいうところの小室圭氏のような存在ではないでしょうか。たったこの一人の人間が王室の伝統、日本であるならば皇室の伝統をめちゃくちゃに破壊をするということがあるわけなんです。そうしたことが決してないように、国民が正しくそして厳しく皇室というものがどうあるべきなのかということを考えなければなりません。今男女平等なんだから、これは天皇も女性がなっていいんじゃないのと、女系継承ということがあっていいんじゃないの、そういう問題では決してないんだということなんですね。私たち一般人と天皇皇室というものは、これは全く違うものであるわけなんです。私たち日本人は天皇陛下と過去共にありました。未来も末永く天皇と共にあるわけなんです。日本の皇室について私たちが正しく見、そして興味を持ち、男系継承をしっかりと維持をし、伝統と格式の高いものにしていく、そのことが必要なのではないでしょうか。本日もご覧いただきましてありがとうございました。